た、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、森森です。今回はフォトショップで人の切り抜きと配置について紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今から、この真ん中の黄色の人を切り抜いていきたいと思います。ではまず最初に人のレイヤーをクリックします。で次に左にあるこちらですね、クイック選択ツールを選択してください。でこの状態でこの真ん中の人だけを切り抜いていこうと思うんですけど、この画像結構ね、人と背景がしっかりと分かれているので、こういう画像の場合にはこのこちら上ですね、被写体を選択っていうのを選択してもらえれば、一瞬でこうやって人を切り抜くことができるんですね。もうすごいですね、これ自動でやってくれるんでだいぶ使えるかなと思います。まあ、ただこれができるのはやっぱり、綺麗な画像の時だけなので、それが無理な場合はクイック選択ツールを手動で選択していくという形になります。まあ、最初は大まかに撮ってあげてもいいので、全体をクリックしていくと、まあある程度輪郭とかを判断して撮ってくれるので、まあ、こんな感じでクリッククリックして人の輪郭を取っていきますね。まあ、ただやっぱり手動なのではみ出ちゃったりすることがあると思います。こんな感じですね、ちょっと足首の横のこの地面も映っちゃってるって。こういう場合どうするかっていうと、左上のこのマイナス、プラスからマイナスに切り替えてあげて、ここを選択してあげると、今あった選択範囲を減らしてくれるんですね。でこれで徐々に徐々に自分の切り取りたい分だけ切り取ることができるっていう感じです。でこれを繰り返していけば割と綺麗に人物を切り抜くことができると思います。この状態はまだ切り抜いてはなくって、選択してるよっていう状態にあります。なのでここから切り抜くっていうのをどうしたらいいかっていうと、これを動かしたらですね、こんな感じで綺麗に切り取ってることになるんですよ。なのでもうこのまま使ってあげてもいいんですけど、まあ人だけにしたいと思うので、人だけにする方法はこの状態で選択範囲を押します。で選択範囲を反転っていうのを押してください。するとこれ今画像の人を選択してたんで、反転すると人以外が選択されている状態ですね。この状態でデリートキーを押すと、まあ人物だけが切り取ることができたという感じです。これでもう人だけになってますね。でまあ見てあげて、ちゃんと、これ切り取りできてるかなと。あ、ちょっとここ髪の毛が変に出ちゃってるなっていう、こういう細かいところは、まあ、僕は多角形選択ツールを使って調整していきます。いらない部分を、選択範囲でこうやってクリックしてあげて、で選んでいって消すと、するとこんな感じで切り取ることができました。あとはここから、自分のパースに人を持っていく方法なんですけど、これすごい簡単で、この人クリックした状態で上のパースのまで持っていきます。こんな感じです。でここで落としてあげればもう自動で持ってくることができるんですね。もうたったこれだけなんで、まあ、切り抜いた後持ってくるのはすぐにできます。はい、でこんな感じで人を持ってくることができたら、あとはまあ配置ですね。ここから、まあ場所やったりサイズ感を合わせていくんですけど、まあ、この画像でちょっと大きくしたいなってあったら、今青い枠線で、あるのがこの人の今サイズなんで、端っこ持ってあげて、シフトを押しながら大きくしたり小さくしたりしていきます。でなんでシフトを押しながらやるかっていうと、押してないと比率が変わっちゃうんですね。こんな感じで、だから比率変えたらおかしくなるので、シフトを押しながらでお願いします。で大体の大きさが自分の中で決まったなと思えば、そこで、もう選択解除してあげて、まあ、こんな感じですね。であと配置なんですけど、まあ、配置は基本的にアイレベルとまあ焦点を考えて、まあ、僕今回やったらまあ大体ここら辺かなっていうのを決めてあげているので、まあ、ここに沿って、まあ人を配置してあげるという感じですね。でこのままやとまあこの人の黄色の主張がすごい激しいので、このまあ右上の不透明度のところでまあ大体70とかそれぐらいに下げてあげることで、まあ、ちょっと馴染むかなっていう感じです。まあ、こんな感じで人の配置とかやっていってあげればいいかなと思います。で、ここで、まあ、ちょっと切り抜きとは少し違うんですけど、まあ、人の典型を、まあ、使いたいと思ってる方は、まあ、わざわざさっきみたいなこうやって切り抜いたりとか、まあ、せずに、もうあらかじめ切り抜かれた人っていうのがネットに落ちてるので、ネットに落ちてるこの、画像データですね、その画像データなんですけど、PNG ピングかなっていうデータで持ってきてあげれば、このまま人だけを使うことができるので、それ多分ネットで調べて持ってくる方が絶対早いので、まあ切り抜きは大事なんですけど、まあ、もう人を使いたいだけだったらピングデータでこうやって人
持ってくる。これだけでも早いですね。こっちの方がまあ断然早いので、まあ、こんな感じでやってあげてもいいのかなと思います。この人も使うのであれば、この人もまあ置いてあげて、まあ、太め度ちょっと下げてあげてとかっていう、まあこんなんやってると、まあよくあるパースみたいな雰囲気にはなりますね。はい。まあこんな感じで、まあ今回は、人の切り抜き方法と、まあ配置の方法になりました。はい。ということで、まあ今回は人物の切り抜き方法と、まあその配置方法について紹介していきました。まあ簡単に切り抜く方法としては、クイック選択ツールで、被写体がしっかりしてる場合は被写体を選択をしてあげて、まあしっかりしてない場合は手動ですけど、クイック選択ツールでポンポン押していって、で合わせていくっていうのが結構早いかなと思います。で、まあ人物の切り抜きも確かに大事なんですけど、まあ今はもうネットで、ピングデータで、その人物を調べてあげて、そのままデータで持ってきて配置する方が絶対に早いと思うので、まあ、切り抜きがいるときは、まあ、あんな感じで切り抜いてもらって、人だけいるって場合はもうネットで多分ピングデータでもう持ってくる方がいいと思います。まあ、配置に関しては、まあ、自分のパースでアイレベルとか、まあ、焦点から考えて大体の位置を決めて、それに合わせて配置していったら、まあ、うまくパースも作れるかなと思います。まあ、建物を見せるためなので、まあ、人物は全然薄くていいので不透明度を下げて、まあ、大体70とか分かんないですけど、まあ、そこら辺に合わせてあげれば、まあ、全体的に良くなると思います。って感じで今回は人の切り抜きと配置方法でした。ではこれからもどんどんまた動画上げていきたいと思うので、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございます。